それでは北関東女子200メートル競走予選です。3組ございまして、各組の2着までと3着以下上位2名が13時40分から行われます決勝に進みます。その予選は第1組8名で出場します。 先ほど終了しました南関東女子200メートル戦3組終了しまして決勝に対応しますお見えを申し上げます。2組3着佐藤さん法政二高花輪、3組3着三浦さん東海大相模花輪、2組3着佐藤さん法政二高花輪、以上25秒34までの2名が13時30分からの明日決勝に進出です。 映像で行われております南関東女子ハンマー投げ、北関東女子ハンマー投げ、決勝5投目に入ります。 ただいまのレース 1着 宮崎さん大宮東埼玉25秒38、 2着大野さん埼玉栄埼玉25秒72、 3着高橋さん昌平埼玉25秒89。 北関東女子200m競走予選第1組の結果が確定しました。向かい風4メートルでした。